朝ごはんできたよ。みどりはまだ寝てんじゃない？さっき起こしたのに。叩き起こすか。おはよう。何これ。朝のおはようぐらいちゃんと言いなさい。これ昨日のシチューじゃん。贅沢言わないの。ハンバーガーが食べたい。ないから仕方ないでしょ。我慢しなさい。ホットドッグとかは？それもないでしょ。ピザは？みどり、いい加減にしなさいよ。私たちはこのキャンプ場の売り上げで生活しなきゃならないの分かってるでしょ。だって食べたいんだもん。それはそういう機会があるときに食べればいいじゃん。今日は我慢しなさい。だいたいシチューにご飯なんて合わないじゃん。いい加減にしなさいって言ってるでしょ。空だって毎日メニュー考えて大変なんだからね。それに緑は起こしても起きないし、何にも手伝いもしないし。朝からうるさいな。おはよう。おはようございます。何しに来たの？ほらまあいいって。はい、これ何ですか？これ大辛の塩鮭とみかんだよ。大辛ってことは激辛ですか？いやいや、そっちの辛いじゃなく、塩をかなり効かせたのを大辛って言うんだよ。へえ、ややこしいんだ。日本は昔から塩を辛いって表現するからね。はい、この北海道の鮭は脂も乗ってるしご飯に合うよ。鮭とご飯にしよっか。やだ、鮭とか食べたくない。さっき自分でご飯とシチューが合わないって言ってたでしょ。鮭がいいとは言ってません。へりくつばかり言って。まあまあ喧嘩しないで。このみかんはどう？すんごい甘いから食べてごらん。みかんもいらない。あれ、フルーツは嫌いなの？みかんよりイチゴがいい。イチゴね。わがままですいません。思ったこと言ってるだけじゃん。ところで今日の予約は？今日はゼロです。やっぱり気温がマイナスになると仕方ないかな。お客さんにも予想以上に寒いってよく言われます。雪が今のところ降らないだけマシですけど。今日は日曜日で天気もいいし、みんなこっちに来てからレジャーとか全くしてないでしょう。そういえば引っ越してきてから目まぐるしい毎日で遊びなんか忘れてました。でしょ。白樺湖にレジャーランドがあるんだけど、気晴らしに遊びに行かないかい？行きたい。いいんですか？俺のスーパーカーだけどいいの？我慢する。失礼なこと言わないの。すいません、お言葉に甘えてお願いします。はい。予約の電話だ。私出るよ。希望です。はいはい、多分大丈夫です。はい、わかりました。はい、失礼します。お客さん？うん、デイキャンプはできるかっていう問い合わせなんだけど、よくわからないから多分大丈夫ですと答えてしまったんだけど。デイキャンプってまだやったことないしな。1日2000円とかで場所貸ししたりするやつだよ。いつの予約？それがこれからって。今日？遊びに行くって言ったじゃん。デイキャンプの値段も決めてないし、どういうサービスをするかも決めてないから、今回はお断りしよう。デイキャンプは場所の運用が難しいかもね。どうしてですか？だいたいみんな道具も食材も持ってくるから、こちらは場所貸しで利益はないし、それでいて区画がそのお客さんにキープされちゃうと、泊まりのお客さんが入れなくて断るのはこちらとして本末転倒でしょ。そうですよね。早く行こうよ。そういえばさっきのお客さんの名前と連絡先を聞くのを忘れてしまった。え、嘘でしょ。でも着信履歴があるからわかるでしょ。そうですよね。
食留守。メッセージ入れればいいんじゃない？おかけになった番号は電波が届かない場所にあるか。もう11時だよ、早く行こうよ。どうする？やっぱり今日はやめておきます。せっかくお誘いいただいたのにすいません。万が一お客さんが来てしまったらまずいからね。連絡取れないんだし、メッセージも入れたからいいじゃん。それはダメ。お客さんは予約したつもりになってるかもしれないでしょ。山が適当に受けちゃうのが悪いんだよ。ごめん。レジャー中止はしょうがないけど、デイキャンプはどんな感じにするの？何か要望はなかったの？特には。あ、でもお子さんが食べ盛りでよく食べるからよろしくと言ってた。ということはうちで食事を用意する。デイキャンプだから夜ご飯じゃないということはお昼ご飯だ。用意はあるの？それが何もないんですよ。今から買い出し行ってくる。うん、お願い。メニューはどうする？ハンバーガーにホットドッグにピザにしよう。材料がいまいちわからないんだけど。ネットで調べるから待って。そんな時間ないよ。そうだ、ナナにお願いしよう。突然ごめんね。気にしなくていいよ。でもなんでハンバーガーにホットドッグにピザなの？まあいろいろあってね。それにハンバーガーにホットドッグにピザとかって高原のリゾートみたいでよくない？ここは高原のリゾートというよりは田舎だけどね。結構いろんな材料が必要なんだね。地元の甲州豚のひき肉に、小淵沢の牧場のソーセージ、イタリアのモッツァレラチーズに、フランスの粒マスタード、アメリカ製だけど定番のケチャップにピクルス、それに地元のパン屋さんのパン。完璧だ。ナナって何気にすごいね。でも本当にこのメニューでいいの？もし好き嫌いとかあってもこれだけ種類あれば外さないでしょ。だといいけどね。俺ちょっと上やってきちゃうか。ありがとうございます。よし、うん、あるよ。なんだよもう。かっこいい。渋いね。これは今回のメニューは当たりかもね。今日は他に予約もありませんのでご自由にお使いください。自然が豊かでいいところね。何もありませんが、標高も高いですし、町から離れているのでそれだけが取り柄です。早速子供遊ばせてもいいかしら？もちろんです。ありがとう。いらっしゃいませ。急いで。